足遅れの春を謳歌する白樺高原。今回のトピックスは15周年を迎えた相模原市民立科自然の村の話題です。市民と市内にお勤めの方のための宿泊施設立科自然の村はオープン以来15年多くの方が利用し立科の自然を満喫してきました。新緑が湖を飾る春、高原いっぱいに日光キツネが咲き乱れる夏、中山道へ先人の足跡を訪ねる秋、爽快な滑りが楽しめるスキー天国の冬と、四季を通じた感動は大切な宝物です。夏を前にした今の季節は、雄大な眺めの中、ヴィーナスラインをドライブしたり、高原の爽やかな風を感じながらフィッシング、そしてテニス、ゴルフに汗を流したりと、家族やグループで楽しむには最高です。立科自然の村へは、自動車なら中央自動車道の諏訪インターから女神港、電車ならJR 中央線茅野駅からバスで立科牧場を目指してください。宿泊の申し込みは利用したい月の3ヶ月前の1日から10日までに欅会館、公民館などに置いてある申し込み書か相模原ネットワークシステムで申し込んでください。これからも立科自然の村を通して素晴らしい思い出を作ってください。1945年8月6日午前8時15分、米軍は史上初めての原子爆弾リトルボーイを広島上空で炸裂させた。熱戦と爆風と猛火で町は壊滅し、死者はその年だけでおよそ14万人にも及んだ。その悲しみの記憶は半世紀が過ぎた今も人々の心に深く刻まれたままである。写真家江成恒夫さんの著書記憶の光景10人の広島の序文です。敗戦から40年後の1985年の広島の光景と10人の被爆者の言葉で構成されたこの本は、消えてしまいそうな広島の記憶を伝えています。5月のある日、相模原市田名に住む江成さんを訪ねました。アメリカ、中国、広島と一貫して昭和の戦争に関わる庶民の記憶を取り続ける江成さんの姿勢への興味からでした。江成さんは1936年ここ田名で生まれました。大学卒業後、毎日新聞社で報道カメラマンをしていた江成さんは1974年新聞社を退社しニューヨークに渡りました。その当時ニューヨークというのは非常にこの写真の、今でもそうですけど、写真の世界的なこうセンター的なね場ですね。でそこに行って、写真の先端を行く状況をこの
に触れてみようということだったんですよ。だから仕事で行ったんじゃないんですね、テーマを持って行ったんじゃないんですね、はい、ところが結果的にそこでいろいろこの戦争の悩みに出会ったり、あるいはそのニューヨークの人たちにこう出会ったりして、これはやっぱり僕の一番大きなやっぱり転機のまたいい経験だったですね。でそのことがきっかけで、こう日本をずっと僕は見てきたんだけど、日本の中で日本を見るんではなくて、アメリカから日本を見る、戦争花嫁を通じて、で残留孤児を通じて、中国から日本を見るって、そういう、こう作業に、つながったんです。アメリカ、中国、広島での撮影は写真集や本として発表され、木村伊兵写真賞や土門拳賞、毎日芸術賞などを受賞しました。ここ棚の町で少年時代を過ごしたえなりさんがカメラに興味を抱いたのはどうしてでしょうか。昭和30年の頃ですけど、その芝居とね、その映画を上映するこう小屋があったわけですよ。でそこがまあ、僕子供の時によくこの映画がかかりましてね、ハリウッドの映画が来たりしたんですよ。でそれをその見に行った、中学生ぐらいの時ですけどね、はい、昭和30年の頃ですけど残っておりまして、僕はね実は写真家になるそのきっかけというのをこう辿っていくと、その辺のこう映画に触れたこと、その辺にこう辿り着くと思いますね。そこの辺のところで、もうとにかくその時代というのはまだ今日みたいじゃなくて、非常にこう貧しいというか、こう豊かな時代ではなかったですからね、外の文化、特に映画などについては非常にこう娯楽についてはテレビもなかったし、ラジオの時代ですから、その映像についての上というか、ものすごく魅力的だったですよね。現在えなりさんは最初の撮影から20年後の1997年に撮影した戦争花嫁の写真集をまとめる仕事に取り掛かっています。離婚した人、亡くなった人、20年という歳月が多くのことを語りかけてきます。虐げられながら、ある意味では非常に泣く泣く日本を離れた彼女たちだったんだけど、その子供たちが今やもうアメリカの市民となってアメリカの力になっているというところに触れて、非常にこう感動したんですけどね。えなりさんは仕事の合間を見つけ、昔ながらの街並みが残る水郷棚を歩くことがよくあります。村の鎮守、棚八幡宮の境内は子供時代のえなりさんにとって格好の遊び場でした。えなりさんが水遊びに夢中になったシンボリ用水は、かつて水田地帯だった頃の水郷棚を忍ばせる光景です。
僕はすぐそこで、すぐそこですけど生まれたんですね。でちょうどこの後ろの川で、子供の頃水浴びをしたり、よく夏は鮎釣りに出たり、本当にもうこの土地でこの川で生まれ育ったんですけど、その頃やはり振り返りますとね、思い起こすと随分変わりましたね。そのいなくはないんだけども、ほとんどその天然の鮎っていうのはいなくなってしまったんですね。当時は放流もなくて、天然の鮎がもう本当にたくさん取れた。三河風光、えなりさんが10年間にわたって相模川を撮影した写真が集められています。この写真集には子どもの頃の川の記憶や現在も残る自然の表情が記録されています。外国を見るとこの住んでいる土地へのこういいところ、それから悪いところも見えてくるわけですよね。そういうことで、いいところもたくさんあるし、失われた自然を取り返すことはできませんけども、今残されたものを大切にしていくというのは非常に大事じゃないでしょうかね。えなりさんが撮影する様子を見ていると、相模川に向けるレンズもアメリカ、中国、そして広島に向けるレンズも同じ一本の視線で結ばれているように思えます。それは今にも消えてなくなりそうな危なっかしい記憶を一つ一つフィルムに記録している作業なのでしょう。今僕がやってる仕事っていうのは決して新しい仕事じゃなくて、今までにもたくさんこう残ってるわけだけど、しかしその被爆から10年、被爆から30年、被爆から50年、被爆から100年、その時代時代にやっぱり普遍的なテーマである以上、誰かがこう語り継ぐ、そのことがその紛争を遠ざけるといいますか、その繰り返してはならない、そういうものへのその一つの伝言といいますか、そういうことになっていくと思うんですね。えなりさんの終わりのない旅は続きます。そしてその旅の中で撮られた写真には、今までと同様記憶に向けられたえなりさんの優しさが息づいていることでしょう。